あ、重っ。これは重いわ。重い。もう疲れた。多分入ってる。もう疲れた。入ってるよね。あ、入ってる。早くしてください。俺も重いんだけどさ。はい、皆さんこんにちは。今日もおはようございます。おはようございます。今日も桃ジムニーをいじるために桃助の強制徴用に借り出された。被害者の会の最終被害者さんです。アルミじゃないって重いんですよ。いや、これも重いよ、これも。で、今日は小春ちゃん、何でしょう。今日はホイールの塗装メインで遊ぼうかなと思いますけど、俺本当、何下ろしてんの。あ、もう何下ろしてんの。早々に下ろしました。俺本当は、アルミホイールを買おうかなと思ったんですけど、タカポンが鉄筋がいいっすよ。ジムニーはね、鉄筋がいいっすよ、いいっすよっていう。あれですか、やっぱオフロード走るときは絶対鉄筋ですね。鉄の方がいいっすね。絶対ってわけはないんですけど、鉄だと生き残れるチャンスがあるかな。チャンスがある。万が一曲がっても岩とかでね、ガンガン叩いて戻すことができるんで。なるほど。アルミだとやっぱね、戻すときに割れちゃって、どうにもならなくなっちゃうことがあるので、鉄は好まれてはいます、ね。なるほどね。ということで、ノーマルだとちょっとあれなんで、今日は色をね、ピンク色に、ピンク色、マジ赤くださいね。マジなんかピンクラインは入れるみたいです。なんかリムとかにね、ピンクで黒のリム。あ、逆でしょ。黒でピンク、リムだけピンクっていう話で聞いてるんですけど、あれそうでした。違うの。やっぱ今日はということで、ホイールを黒ピンクに塗った上で、タイヤの方はですね、今回、東洋のオープンカントリーマグッドテレン18585R という、8プラぐらいだね。6プラでしたっけ。めちゃめちゃ重いっすね。大丈夫かな。 8プラ6だったか、8だった。あ、8プラで K で8プラです。80構造ってことだよね。そうです。8プラでこれめちゃ重い。だ、丈夫ってことだよね。丈夫ですね。はい、丈夫なタイヤ買いましたんで、今日はホイールを塗って、タイヤ組んで、足元をバチッと決めたいと思います。じゃあ組み付けまでできるかな。行ってみましょう。行ってみましょう。頑張ります。今日はね、素早くやらないと組み付けまでいかないので、ね、頑張りましょう。これ、足付け用です。足付け用です。これ何ですか、この足付け用の。これ、普通のたわしっていうか、足付け用の、そういう専用のたわしみたいなのがあるんですけど、細かい傷をつけて、食いつきを良くします。これ普通に売ってるっすか。これね、塗料屋さんとかでも売ってますし、ホームセンターとかの工具売り場とかによく。足付け用たわしなの。サビ取り用って書いてあるかもしれないです。サビ取り用のたわし、足付けって言います。これで、このよくあるピンク石鹸とか使って研磨するってことですかね。汚れと、油汚れと泥汚れとかを落としつつ研磨して、塗料の食いつきを良くします。はい、汚れと油汚れとか取る感じで、ひたすらもうゴシゴシ、何も考えず、ゴシゴシ、ゴシゴシ。これアルミでも手順は一緒です。全く一緒です。じゃあ今日はアルミホイールを塗りたい人も一緒。基本的に一緒です。これバルブも外してあるんですね。バルブ外しました。どうですか。できましたか。これいいできました。十分です。十分。なんかタカポンが十分って言ってるけど、十分です、はい、十分ですか。十分ですよ。大丈夫大丈夫です。で、あと汚れざっと流して水切って下準備に入ります。とりあえず乾かします。水がついてると後で塗るときにいろいろと不便なので、エアない、普通の家にエアはよくないんで、
部屋のない人はこうやって日の当たるところに立てて置いとくと水が流れてすぐ乾くので。それ拭くじゃダメな、布で拭くっていう。拭くだけだとこういうね隙間、これ隙間に入った水とかが残るので、できれば半日ぐらい立てて乾かして水気を全部飛ばしてからやってください。今日は時間がないんで、もうエアで強制的に水飛ばしてます。次は、このまま塗っちゃうと、やっぱ油とか油脂、油分が残ってると後で弾いたりする原因になるので、脱脂、油を取ります。シリコンオフですか？シリコンオフの、まあちょっと違う版ですけど、違う版ない人はブレーキクリーナーとか、ああいうワックスオフ的なやつ、シリコンオフ、パーツクリーナーとか、ああいうので擦るだけで落ちるんで、それでやってください。で、灯油とかでやったら油つけるようなもんなんでダメですよ。灯油で擦る人いるんですけど、ダメですよ。で、もうざーっとしっかりこういう隙間とかこういう横の面とかを全部擦って油とか落としていきます。で、この段階でこれ大丈夫ですけど、こっちの塗料とかがベタっとついてくるようなやつは後で塗るときに大問題が発生するので、シーナーとかでこのついてる塗料を落としてください。何ちょっとでも取れちゃうようだったら、取れてくると後で色塗ったときにシーナーでシワクチャになっちゃう。で、それを抑えるためにスターフェイサーとか拭くんですけど、ただ最近の塗料はサフでもなるやつがあるので、その段階でちょっと一旦止めて、塗料がじゃあ取れちゃうようだったら塗料を剥がさなきゃいけない。そうですね、剥がした方が確実です。なるほど。ただ自分たちはそんなことやっとれないので、サフとかで上から押さえるんですけど。なるほどね。今日はちょっとサフは入れずにやってみようかなと思うので、はい、拭いてください。で、拭いた後はもうこうやって手でベタって触ると、後で塗るときにここに手形の弾きが出てくるので。やだな、それやだな。まあ、これ触っとくとかね。記念に。どこにつけるか考えます。そうです。記念にね、なんかこういうとこベタベタ触っとくと発生させるの面白いっちゃ面白いですけどね。ここ結構大事なポイントなんで、油だけはきっちり拭き取ってください。いよいよ、プロ用の道具使ってもらおうかなって思いますけど。ちなみにでもそういうエアガンってさ、スプレーのガンって普通に買えるんだよね。はい、この前の塗料の森塗料さんとかでもそうですけど、一般の人にも普通に売ってくれるので、ガンくださいって言えば売ってくれます。ただね、1回か2回使うだけで買うのももったいないんで、缶スプレーでやるっていう手もあるんですけど、今回ちょっと全塗装の練習も兼ねてますので、ちょっとこのガン。ちなみに缶スプレーでやるときは、ウレタン系の塗料とかもあるよね。あります。そういう方がいいんです。ウレタン系が一番いいですね。ただ高いんですけど、普通のラッカーとかの倍とかね、700、800円とか、1000円ぐらいするんかな、今、オートバックスとか見てるとね。缶スプレーだったら、ホイールのようなウレタン塗料がおすすめですけど、とりあえずやろうって人は、ラッカーとかでもいいですし、この前塗ったシャシブラック、黒でよければ、シャシブラックとかでもいいですし、なるほど。そこはもう、その人の予算とこだわりだけですね。塗料屋さんとかに聞くのが一番早いですよ。はい。今回は練習も兼ねてますんで、あえてこのちゃんとしたガンを、ガンの使い方を覚えよう。使い方もクソもないんですけど、入れて握るだけ。入れて握れば塗れます。ジョージさんでもできそうですか？ジョージさん、できますできます。後で塗りながら教えますけど、もう本当缶スプレーに比べると圧倒的に綺麗に、本当ね、缶スプレーよりも塗りやすいんで、コツだけ掴めば
簡単にできますね。いきなり塗るのちょっと怖い。怖い？どうします？何かあれ、ちょっとイラッと不気味で、いきなりあります？大丈夫？何？大丈夫？あの出具合とかさ、かかり具合とか、何かイランパーツでシュッと、やっぱなんか塗る。試し塗りしましょう、試し塗り。いらないパーツでちょこっとやります。あ、じゃあここで、あ、ここか。これ、ここ試し塗りするか。真っ黒にするんですよね。真っ黒です。黒という希望だったのでね。蓋をちゃんと閉めて、それやっぱ跳ね返るとかある。うん、まあ傾けた時にね、こぼれないように。よし、コアルちゃんの塗装コーナー。塗装コーナー、これ、コアルちゃんの一番のあれじゃん、一番の得意分野じゃん。いや、そうでもないですよ。いやいや、だってバッキー屋さんでしょ。いや、趣味ですか。趣味これ、握りが2段階ありまして、最初の段階が空気だけしか出ません。で、ここからもう一握り押し込むと、こうやって色がバーッと出るんで、あの最初の缶スプレーでやった時と一緒で、あの出したままビーってやると、そこへビチャって溜まっちゃうんで、あの動かしながら出す、動かしながら出すみたいな感じで、このそれの繰り返しのターンやれば大丈夫なんで。で、まあ本来はこの空気の強さとか、この塗料の出るパターンをここら辺で調整するんですけど、まあそれは言ってもややこしくなるだけなんで、今日はあの分かりやすく全部設定だけしますけども、握って塗るだけの状態にします。で、塗るときはこのリカンですね、剥がして、で、1回目はあのいきなり、要はこうやってビチャーって塗っちゃうと弾いたりとか流れたりする原因になるので、必ず1回目は軽くこうムラムラになってもいいんで、軽く霧吹きみたいな感じでやるだけにしてください。で、キューと空気で表面のツヤが引くまで乾かして、で、2回目またかけ出す。で、また乾かして表面のツヤがなくなったら3回目かけ出す。で、乾かして、で、またツヤがなくなったらもう4回目ラスト。だいたい3、4回で塗る感じで、4回目ラストで、こんな感じでやります。こんだけのことなんで、あの缶スプレーでやるよりも圧倒的に楽なんで、頑張ってください。ちょっと自由に、やってみれば分かる。半分か。なんか壊れちゃうみたいな設置でやるのは難しいね、見てる以上。あのね、リズムなんですよ。1、2、1、2、1、2、1、2、なるほどね。あの、適当なテンポのいい歌でも歌いながら。そういうことか。ちょっとこっちの方がいいですか。基本的にまっすぐ。こうですか。はい。なんか、出方がよくわからない。大丈夫です。どう、高ポン。グッジョブです。グッジョブですか。壊れてグッジョブですか、あれは。まあまあいいんじゃないですか、ホイールなんでね。あのまあ最初はこんなもんですよ。なんか最初の一塗りが難しいです。そうですね、最初の一塗りがこっちに動かす場合、こっちに集中しちゃうんです。あ、でそれもあの動かしながらシュッ、最初空気だけ出しといて、で、そうね、塗りたいとこから右、そう、ストレス、ストレス、ストレス。アイスイー。モーチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、
興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。